皆さんこんばんは、和道です。今日はですね、2017年の6月の15日、時刻はですね、今22時を回ったところです。楽しんでいってください。どれさんと、あ、俺通知出すか、あ、了解です。音切って。あいつほんと殺意湧くな。ほんと殺意湧くな。愛子さんいらっしゃい、楽しんでいってください。どれさんと対談をします。夢の対談来た。そう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 、どれさんと少し話したいなと思って。カメラの色が変だな、うん、いいかな。うん、はい、ワドツーゲストにどれさんです。ワドツーでーす。ワドツーでーす。あ、どれさん何話そうかな。見えます？見えます。まあこっちでも見えるし、うん、まあ終わったね、手頃もね。本当終わっちゃいましたね。うん、終わると寂しいね。え？終わると寂しい。めっちゃ祭りの後って感じがして。そうね、うん。でも早く終わってほしかったんでしょ？早く終わってほしかったけど、うん、遺恨残しましたね、リングの上で。あの、なんか、やりきってないっていうか、その、やっぱり判定負けで負けたっていうのがすごい悔やんでます。うん、俺はあれだもん、捨て頃芸人だから、終わってくれるなと。ネタがなくなる。ネタがなくなっちゃった。おお。え、でも来年ももう呼ばれるの確定でしょ。いやー、俺自身がやれるかどうかわかんないもん、年齢的なことです。だって次はもう配信者多分やらせてもらえないもん。配信者やる。だってもう強いって言って、あ、そっかそっか。実力差が分かっちゃったから、そんなの誰も見たくないし。そうっすよね。俺とヒカルやってそれ見たいかっていう話。確かにマッチメイクが難しいのか。うん、なるほど。まあもちろん何でもやるしさ、あれはやるし、うん、相手誰でもやるから。俺だけどあれ本当ドレさん。まあ、リスナーみんな優しいね。もう最近叩かれてばっかだから、こんな扱いを受けたらもう久々だね。ドレさん人気ですよ。ワドワークはみんな優しい。俺誰一人として煽ってない。煽らない煽らない。要はね、あの、俺のこと煽る層、ドレさんの煽る層、一緒なんだよ。だから、俺が叩かれてて、ドレさんが来たら、ドレさん叩きになったから、かぶってるんだよね。だそういう層なんでしょ、多分。なんでワード出てこないんだ。え？おすすめの。もう上来てるはずだね。いや、100。いいっすか。あ、いたいた。これを隠さない。これで。うん。ドレさん VS コウヤ。噛み合わないと思うよ。スーツがね、すごいかっこいいよね、やっぱ。シェアしたね。パフェありがとう。パフェありがとう。イケメンではないよ。勘弁してよ。ドレさんかっこいいけどね。まあ、思えばあれ、いつだった？はい、お前から DM が来てさ、格闘技一緒にやりましょうって。2月の末っすね。え、そんな経つの？はい、2月の末っす。何ヶ月？ 4ヶ月。4ヶ月ぐらいになりますね、もうすぐ。なあ、最初公演だったもんな。いや、一番最初あれ泣けますよ、もうほんと下手すぎて。ルドルさんが一生懸命こうだよこうだよっていう。ん？ それよりほら、駅で待ち合わせてさ、一番最初の時にさ、はい、はい、初めまして話してからでさ、はい、俺ワド何年も前から知ってたよ。あの、例えばさ、低燃費と、はい、ああ、予算とか見てたから そこですよ、そこでキスしたんです。失礼失礼失礼、はい、そういうの見てたからね、うん、まあ、俺にとってはもう上の人だからさ。僕でも、あのドルさんの配信を最初見たときに絶対今の地位に行くって思ってた。あの、雑談がね、異常にうますぎるんだよ、うん、その配信者としてやっぱ大手とか閲覧取りたいっていうのはなかったんですか？もう長いじゃないですか。いや、あったけど、だってきっかけがない。やっぱりリスナー層と俺の年齢層と違うと思ってたから、うーん、ターゲットが絞れなかったからね。うん、今とスタイル全然変わってないんだよ、言ってる話も、はいはい、でも噛まなかったね、やってる場所が間違えたりしてたから。
これなんかその配信者で変わるタイミングって腹くくった時だと思ってるんですよ。まあまあね、それ格闘技もない一緒だけどな。あそこでなんかやっぱりドルさんが捨て頃で俺はこれをきっかけ大手になるっていう宣言をした時に、うん、あ俺もう今のポジション行くだろうなと思った。うん、うん、まあ何度も自分のわけでも何回も言ってるけど、やっぱツバメなんだよね、うん、俺はね一番最初の転換期はね、うん、やっぱ行動っすよね。だ便乗だって、うん、あれツバメとセットじゃなかったらあの時点では伝わってないよ。無理です。その辺の売名配信者と変わんないんだから、うん、ただ便所もあそこからここまで伸びるっていうのは多分読めなかった、この短期間で。あさ第4試合だったじゃないですか僕、うんうん、あれドルさん第4試合だったじゃないですか。そうなの、あれ入れ替えたでしょ。どういう経緯であなたを。いや俺は全然わかんない。えドルさんがお願いしたんじゃないの。俺あんま言ってないの。あじゃあまあそんなこと言ってない。あ言ってない。じゃああれか、ただ休憩屋と真ん中はいわゆるメインなんだよあそこも、うんうん、1回、うん、だから入れ替えたんだ、うんうん、いやまあそこは納得してるんだけど、要は閲覧が俺が増えてきたから。そうそうそう、40対40、うん、あいつも60ぐらいで宮城もね、うん、それだったらまあ2試合目が妥当なんだけど、うんまあ、だんだん200ぐらいになってたもん、あの時は期待が高まってきてたから、うん、あれはあれで俺正解だったと思うけど、うん、お前らお前らで大変だったけど、うん、俺は俺であのプレッシャーで結果にも言われてたし、KO 以外認めないって言われて、うん、やっぱりこう真剣勝負だからやれって言われてやるのめちゃくちゃ難しいから。しかもあいつだってね初心者じゃないんだから、はい、あれ結構良かったですよね。あれ これなんて言うんですか、こういうオーバー服、ね、オーバー服あれすごいパンチ力あるし、宮城さん実際楽屋で会ったらガタイ何キロも増量しますよね。すごいガタイ、パンチ重かったし、ハートも強いし、あれやりづらいっすよ、ね、あれ俺以外誰やっても宮城に負けるんじゃない。あうんそう思います僕も、うん、ドルファンいらっしゃい美子さん。まあただやっぱりね自分でも配信中言ってたけど、ハードルは当然だけど自分で高くしちゃったからさ、うん、あでも、まあ、勝って当然っていう流れだったから、うん、まあ、俺らもそういう空気作ってたからな、達彦とか俺も。ほぼいつも配信出てる、俺いつもキャスバー見てる、金梅とか。本当ですか、うん、いつもいるもんね。どうなんだろう、ドルさん今後どういう配信やってくって、旅配信と、あとなんだっけ、もう一個、なんかやるって言ってますよね。まあ旅だね。旅っていうか、やってた方がいいと思うんです。いや、そうなんだけど、ずっと雑談ってわけもいかないじゃん。いや俺雑談力で言ったら結構群抜いてると思いますよ。シャンマンの層のリスナーを取れてるってあれ異常なんですよ。うーんまあアンチだからね、冷やかし販売。ただみんなあんまりそんなには荒らさない。うん、だからまあプロリスっすよねあの層は。うん、要は冷やかし係っていうか。うん、俺旅ってバックパッカーみたいな旅行みたいな感じ。いずれはねやっぱり徒歩か自転車、はい、やっぱりその大きくなって過程で絶対やんなきゃいけないからさ、うん、入れるんだけど、うん、今資金もそんなにないし、例えば10日っつったらさ10日分アゴ足かかるけど、大阪例えば行くとしてさ、とりあえず高速バスとかで行けば、うん、まあ、うん、で向こうで少し歩くとか。じゃあそう日本全国回るって形よりもピンポイントで今日は大阪編で、大阪を2、3日とか2日で、まあ、北海道が始まる。夏は北海道行って、うん、暑いから、うん、で名古屋大阪夏場暑いから、うん、で、まあ、北海道名古屋大阪福岡、そのまだ自分の名前が売れてるうちにね、うん、なるほど。で行ってから決める。やったことはないから、ね、あまあやった方がいいっすよね。 それはリアトツマッチをやってね、うんうん、その地元のリスナーさんと、うん、顔見て話してっていう。なるほど、珍しいよねこの時間帯に、うん、まあ、意外と2人で配信するの初めて、ね、初めてですよ、まあ、あれか、闘技の練習の時はまあやってたけど、まあ、やってましたけどね。でも僕はこういうのがやりたかったですね、うん、ずっとドルさんと、まあ、またちょっと時間かけてやろう。今日はちょっと急だったからさ。ああもちろんもちろんね、30分だけ、あと20分ぐらい、うん、うん、
のところ行っちゃうってどうなんですか、シャンマンのところ。いやまあ向こうもね、向こうの都合があるし、うん、向こうのままもう行けっつってる、うん、行った方がいい、うん、会える会えない別にしてる、うん、行った方がいいと思う。ただ向こうもやっぱ意地でも会わないってなる。だから1回じゃなくて、うん、俺1年ぐらいでもいいと思うね、うん、何回も行って、うん、1年後にね、うん、ようやくっていう、まあ向こうだとタイミングでさ、うん、いやいつもは嫌だけど、うん、今日はいいよっていう時あるかもしれないから。ちゃんまんの方が年下じゃないですか、うん、でも俺ね多分ね、あのなんつうんだろうな、なんて言うんだろう、ちゃんまんの中ではドルさんにやっぱりその新人で俺はレジェンドだぞ、積み重ねてるぞみたいのがあるんだと思う。最近連戦連敗なんだよ。昨日も俺の真裏でやってて、うん、実はずっと負けてたの、うん、最後俺が歌っちゃったから、うん、それで負けたけど、うん、最後の5分だよ、うん、昨日花火210発だからさ、おーすごい、で足6発だから、うん、まあそれ花火は置いといてもさ煽るな、閲覧でずっと負けてたの。負けてるけど、しかも1回じゃないんだよ、毎回毎回負けてるんだよ、うん、やめればいいのにって俺の裏でやんの。あいつの頭の中では、うん、俺の裏で開ければね、おいちゃんすごい1000人行って俺がもうガタガタに減って200人とかっていうのを想像してるんだけど、あいつが来れば来るほど向こうのやつが二窓するから俺のやつが増えちゃう、増える、でやめればいいのに、ぶつけてくんの。いや、ぶつけるの美味しいっすよ。いやいやいや、そうなんだけど、はい、あいつ自身の価値がどんどん落ちちゃうから、本当に殺したかったらほっとけいいんだよ。いや、俺ちゃんまんはね、あの持ってるからね、そっからなんか巻き返してきそうな気がする。なんか多分絵を描いてるんだと思う今。くだらねえ。くだらねえ。あ、僕大丈夫です。うん、まあ、くだらねえよ。ごめんね。全然全然。いただきまーす。唐揚げ。お疲れ様です。J サムライさん、ありがとう。アイテム。なんだろうな、俺ね、でもね、前にもずっと言ってるんだけど、ドルさんの放送好きになったのって、あの、配信者らしくないトーク。どちらかというと、ラジオに寄ってて、うん、で、あのね、結構その、なんだっけな、その、感情の熱くなった時のかっこよさ。だからね、うん、あの、男気みたいなのを出してる時と、なんかちょっと緩くて、涙もろいちょっと、おっさんみたいなののギャップがすごい好きで、俺ね、見てるようであんま人の配信見てないの、うん、なんかあんま人の影響を受けてない、誰かみたいにやりたいとか、うん、特にないの。またそれが良かったのかな。うん、俺良かった、うん、俺この人すげえと思ったの。閲覧30じゃないでしょ。やっぱりニコ生ずっと見てる人って影響される、見てた人のに影響されちゃうんだよね。される見てたようで、俺 YouTube さ、そんなに品売も、うん、要はウナもさ、うん、あのユイガも全部 YouTube で見てたからあんま影響受けてないんだよ、うん、受けてなかった。最近ウナちゃんマンっぽい。でもそれは偶然なんだよ。いや、別にそうなんですよ、うん、俺がそれを見て影響受けて似せてるわけじゃなくて、うん、あのね、世代なんだよ、昭和の世代の。だから俺がなんか言うじゃん、巻き舌で、うん、すぐちゃんまんの真似だって言うんだけど、うん、全くそれはないんだよ、うん、多分同じやんちゃしてた時代がちょっとかぶるから、あ、スタイルが見てた映画とか、うん、でも引き出しの多さはやっぱずるいなって思う。ちゃんまん見ててもドルさん見ててもそれはだけど年齢がね、うん、応じてるのその、うん、人生経験の差だからさ、うん、俺和道の年の時にそんなにいろいろ考えてなかったし、うん、多分同い年で喋ってたも話になった。あ、多分無理。もう違う、俺の方が頭悪くて。あ、いえいえいえ、年を取ってるから、うん、なんだろうな、じゃあ、俺ね、ドルさんで巨乳好き、巨乳好きっていうかね、僕、ツイッターにも書いたんですけど、バレーボール選手みたいな人好きじゃないですか。正解、うん、俺ね、そう、顔よりも、あのね、要は、こう、ムチッとしてて、要は、スポーティーっていうのかな。だから、シャラポワとかも、多分。いや、あれはデカすぎる。綺麗すぎる。なんかね、そんな気がする。最後にね、付き合ってた子がね、あの人に似てたね。稲村亜美ちゃんってあの、あ、はいはい、神スイングの子。
はいはいはい、雰囲気がね、はいはい、稲村亜美ちゃんとかもタイプなんですかやっぱり。そうね、身長的にもバッチリです、ね、でももう今は何でもいいよ、冗談じゃなくて、女の子みんな可愛いし、だって俺が好み言っても構わないけど、その子が俺を好きになってる保証ってないわけじゃん、ないっすね、俺がムチムチ好きなの俺の勝手であって、俺はそういうスポーティーな女の人って、うん、若くて現役のやっぱスポーティーな人が好きなイメージがある。あ、向こうはね、うん、だからドレさんとは噛み合わないと思う、うん、でまあ、俺でも宝くじ当たったらどうするって話だから。俺ね、ドレさん絶対モテるの、モテるけど、ドレさんがターゲットにしてる女性と噛み合ってないだけ。俺ドレさんめちゃめちゃモテると思うもん。だからそうもったいないよ、俺が興味ない人にどんだけモテても、うん、分かる、興味ないんだよ。うん、いや本当なんもないよ、俺なんも悩んで毎日あの配信してるんですか。ありがとうございます、キャサリンさん。キャサリンだ、うん、花火ありがとうね。プー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 、うん、格闘技はいつまで続けるんですか。もう体が動かなくなるまで、あと1、2年。毎年そう言ってるんだけど、まだ動けるから、うん、もうでも今みたいなテンションはね、だんだん次怪我したらもう、ね、もうでも大胸筋切れてるんですよね、あとどっかも、うん、そうだよね、キラコメばっかりだよね。あとはね、気力なのよ、53なのって分かんないだろうけど、ダメだと思ったらもうダメなの、うん、やれると思って最初はリハビリみたいにちょっとの重さしか上げられないけど、意外といけるから、体さえ作っちゃえばあとはもう根性決められるかどうかですよ。ほとんどの人はもうこれやって何になると思ったらもう無理だよ、おじさんだったら。だって俺配信者として捨て頃出られなかった、あるいは捨て頃で負けたら終わりなんだよ、もうそこでゲームオーバーだから、やるしかない。配信者みんなそうっすよ、うん、いや普通の配信者は例えばヒカル負けても美味しかったじゃん、それはそれで、別に金牌だって負けて何かあったわけじゃないしさ。いや、捨て頃でとかじゃなくて、うん、そのやっぱ常に背水の陣ですよ、配信者ってみんな。まあまあまあ、うん、その何かを持ってるわけじゃないし、だから配信やってるわけだし、やっぱりその毎日食えなくなる恐怖みたいなのを戦ってますよね。ドレさんかっこいい、スーツ似合うよね、やっぱり。今日はだから本当は仕事ではないけど、まあ、打ち合わせだった。うん。で、配信見て、シャンピンの誕生日。そうそうそう、誕生日で、ワドも来てるから、ちょっと一言だけ。うん、で、俺が、もう、シャンピン、ほら、シャンピンのリスナーさんがいるから、俺がいると邪魔になるから、俺1時間だけで履けるって言って、で、ドルさんに、ちょっと30分付き合ってくださいってお願いした。うん、ラム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 。ラム、うん、ラム、あ、ラムコークですか。ラムコーク、53には見えない。もうね、リア突してきた人ね、直接会えばもう年なりだよ。だってまあ他に53歳知らないだろ、身近に。だって俺の親父57とかする。そんなしょっちゅう会ってないだろ。会ってないです、会ってないです。もう会った年取ったなと思うよ、57もない。びっくり、たまに会うとびっくりしますね。え、でもドルさん若いっすよ、全然40代で通用する。年なり、どうですか。同じ配信者だからそういう目で見てくれて、俺の配信見たりしてくれるから。いや、若いと思うけどな。ドルさんかっこいい。年なりだよ、もうこの辺の若い女の子いくらかっこいいって言われても、あ、何もないからどうする。ないっすね。かっこいいとかそういうのいいから、やらしてくれよ、だったら。そういうところがダメなんだと思うそういうところで女性がいなくなるんだと思う。おじさんには見えないよね。なんかモデルとかやればいいのに、ドルさん。なんかあるわけねえじゃないかんな、ほら。え、ありそうだけどな、募集してみたらいいんじゃないですか。モデルの人はその、例えば便所ぐらい有名になればね、はい、その配信者としてね、はい、その仕事はもしかしたらあるかもしれない。
なんか幼児山田そんなことを知らない人がモデルって、うん、モデルってのは特別な人だから、まあ、スペクトがもうそういう風に生まれついて、俺はもうそういうの分かってるから、ない、ね、それやったってモデルなんか安いんだよ、ね、うん、そんなのやったってしょうがないな、ふわっちやつとか全然分かんない。金と閲覧と女性だったらどれが欲しいですか？まあ正直な話、まあ配信的には女って言いたいところだけど、はい、なんか生活あるからな、閲覧安定したお金、でもお金は閲覧についてくるからやっぱ閲覧かな。すっかり配信者だよ。最近おいちゃんがさもう逃げる逃げる、はいはいはい、閲覧で負けてんぞってみんなに煽られたら、はい、配信は閲覧じゃないからいい加減にしようかだろって。ああ配信はよ閲覧じゃないないんだよなっつって、おいまだ分かってねえな、この前まで俺のことお前四流四流つかそっつってたのによ。いやさすがだ、昨日のニコラムの TS 見てみ、最高だから。大地くんっていう人がミラー立ててて、俺とちゃんも要するに二分割やさ、はい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 、もう煽りまくったから、はいはい、めちゃめちゃに、はい、大爆笑だって向こうは。もうこっちはさ、うななんちがさ死ね死ね死ねってやってんだけど、はい、もうあれだもん、ニコ生の方は 98% もううななんちだから、どれ行けってもう大阪行っちゃえって。あ、だからあの層味方につけられるの本当美味しいっすよ。だから俺昨日自分のあのコテハンでずっとコメントしてたから。おーいいっすねいいっすね、それはいいね。でもね俺ね、そのねシャンマン の、 そのライバル役って今まで数々いるわけじゃん、うん、ね、それこそユイガさんはね、まあね、うん、だけど一番面白いかもしれない。なんでかっていうと、うん、年齢が上だから。そうなんだよね、今まで下だもんね、ユイガだって8歳下だから勝負になるんだよある意味ね。ですよね。だけどある意味その上から言って許されるキャラクターが唯一現れたっていうのが、それが面白い。昨日もその辺だったんだと思う、うん、昨日は俺の中で対ウナ戦でベストバウトだった。ベストバウト面白いな。昨日は自分でも面白かった。おー、あでも手応えある配信増えるといいっすよね。もう俺ちゃん聞いちゃうからもっとさ、うん、来てくれればいいんだけど、さ聞いてなんか寂しそうだから、うん、それが目的じゃないからさ、うん、分かる。俺はだけどね、ちゃんまん子だから、ちゃんまんあんまいじめないとか。昨日見てたけど、匿名さん、俺オフコース歌う、さよなら、さよならっていう、その歌詞が、はいはい、じゃあ、ウナが先にかけてたの、オフコース、はいはいはい、だからかぶせてずっと歌ってた。小田和正。もう終わりだねーって。面白かった。さんまが知ること。え、今後の企画でなんかロッ、ん？どっかでなんかデートするみたいな話を聞いたんですけど、あの何人か候補はいるデート配信、うん、うん、誰ですか？まあいろいろ、うん、そのデート配信に関しては、はい、まあ、こいつ以外は言わないで、はい、現場でいきなり始めようかな。ほう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 。え、いいんですか？ちょっとご紹介させてください。愛子さん、はい、はい、なんかデート配信やるみたいじゃないですか、ちょっと来てくださいよ。はい早く時間ないから、はい、お邪魔します。あ、あの、いや早く、はい、いいんだよ、置いときゃそんなずっとこういうわけじゃねえんだろ。でも俺愛子さん全然綺麗な人だと思うけどな、すごい、なんか俺タイプよ本当に。あやこさん今おいくつなんですか？失礼ですけど。47です。おマライアキャリーと全く一緒。47。聞いてねえよ、マライアキャリーと一緒どうでもいいんだそんな情報。いや、綺麗だよね、全く一緒なんですよ。どうでもいいんだ。あやこさん綺麗だと思う。もう意地悪どれさもう愛情の裏返しかな、うん、でしょうね。頭おかしいやろお前なんでそんなポジティブ。マドンとかマドンとか、なんでそんなポジティブだ。あいこさん、あいこさん、俺ババア好きだから、あこっちか、あこっちか、うん、こんばんは。すごい雰囲気いいし。あいこちゃんやる？デート配信やる？いいよなんで上からなんでいいや。そうよ、お金私が出すんだから。いや別にお前出してくれっつってないよ、うん、うん、いいですよ。でもドレさんとあいこさんのデート配信って結構面白そうじゃない？どう？六本木で俺見るもん。六本木の六本木でなんかいい、なんかね、うん、シャレったところで、うん、俺ね、なんかね、愛子さんってなんかね、
キャラクターでヒカルくんとかと面白おかしく気違いみたいにされてるけど、すごい品があると思うんだよね。ありがとうございます。普段、そうなんですよ。でも俺、DM 気違いだよ。そうですか。DM めっちゃ。挨拶とか何もなくて、捨て頃、旬、難病系をおめでとうございます。私土曜日暇なんですけど、みたいな。へぇー。いや、だって俺、ヒカルくんとコーリアム生活してたら、愛子さんが夜中にピコンピコンってもう、朝まで。ずーっとヒカルくんがピコンピコンって携帯鳴ってて、朝、アイコ、うるせえ、お前、電話かけるなっつったよな、アイコ。おい、アイコ、もうやめろよ、お前、ブロックな。私、覚えてないんですよ。覚えて、なんで覚えてないの？違う、薬なんかね。ああ、睡眠薬。そっか。あの、安定剤。朝3時ぐらいから、酒も飲んでから飛んじゃってんの。安定剤なんです。覚えて、だから立ち悪いんだ。なるほど、なるほど。それがなければ別に。ワドさん。それがなければ別に普通の技なんだ。普通に綺麗な技だと思うけどな。うん。ありがとうございます。そう。こんばんは、皆さん。うん。お前、やれるかやれないかすっきり難しいだろ。え、何を？やれるかやれねえかって話で言ったら。ここ？ギリギリ難しいわ。私、尽くすよ、悪いけど、もうみんな別れた男はセックスフレンドでいいよって、スポーツ選手とか芸能人とか。別にいいや、俺。どうでもいい。今はいないけど、もうみんな、もう。お前でも、ほんと、なんか本書けよ、お前ポジティブだな。本当にすごいよ。よく言われます、波乱万丈。いろんな仕事もしてるし、それよく言われました、波乱万丈。冷静に考えて、俺がお前とやんなきゃいけない理由があると思う。うん、私が好きだから。まあ、決まってる。すげーなー。当たり前じゃない。すげーポジティブ。当たり前じゃないですか。じゃなかったらこんなにドルさんドルさんって行かないじゃないですか。俺だけじゃねえじゃないか。もう誰のとこでも行ってんじゃないか。うん。今誰だよ、ヒカルくんとか。ヒカル、便所さん。便所はビジネスよ。サイドビジネス一緒にやるんだもん。え、何？サイドビジネスを便所さんとやるの？そうよ。え、何やるの？それで明日ここで一緒に打ち合わせを。それで私、明日ふわっち初配信。あ、デビューするの？何サイドで、何サイドビジネス？それは内緒ですよ。明日放送で聞けるの？それは。そう、ここで。まあ、ここって決めてないんですけど、たまたま太郎ちゃんが新宿来るっていうから、じゃあ一緒に行って。はい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 。じゃあ飯でも食いながら、ね、配信回しながら、そのサイドビジネスの話しようぜ、つって。あれは本当目ざといな。便所はな、他の放送見てるから、愛子が今来てるって知ってんだよ。そう、嗅ぎつけるの。いや、だからそれこそ、便所太郎ってつけた人、本当に天才だと思う。ああ。本当に便所うまいのよ。便所太郎だ。名前そっちがいいね。便所太郎より、便所太郎だよね、本当ね。あの、便所の仕方うまい。今多分、あれだよ。今もね。一番熱いよ、プロリスの中では。配信者デビューするんだ、言っとけよ。宣伝しろ。ふわっちでやるんですか？うん。明日、太郎ちゃんと、あのふわっちで初配信しますので皆さん花火お願いいたします。花火かよ、フォローじゃねえのか。フォローつんだよ、そういうとこ。あ、フォローって言うんですか。あ、フォロー、はい、してください。あ、皆さん見てください、配信よろしくお願いします。え、ドレさんとのコラボはいつやんの？まだ見て。わかんない、全然見て。だからドレさんの都合のいい土曜日に合わせます。土曜日限定かよ。だから日曜日休みだから今週は。お前こうやって夜来てんだから、ここに別にできんだろ、平日だって。明日休みになったんですよ、仕事は。さっき出かかってきて。そういう時もあんだろ、また、うん、え、愛子さんってアムウェイの？アムウェイなんかもうやんないよ、古いもん。何十年前よ。いや書いてあったから。いや、アムウェイみたいな、うん、まあ、もんじゃないですか、みんな誰だってやってんのね。だからぶっちゃけやっぱりネズミコーンよ。ぶっちゃけ夜中に振り込んでくれる人とかいたら、やっぱりほら自分が寝てる間に収入が入ってくるじゃないですか。そういう仕事です。あ、そういう仕事。その人がほら夜中振り込んでくれたらこうじゃないですか、起きて確認したら。あのね、俺ね、ネットワークビジネスやってたから、こういうおばちゃんいっぱい見てきた。あれ知ってる？サンフラワー知ってる？サンフラワー知ってるよ。あ、サンフラワーバリバリ、私役職。あ、そうなんだ。便所に2万渡したのだって。渡したの？うん。あ、マギフ、あ、昨日、ね、あの時お前3000円やるからお前デートしろって言ったんじゃないか。なんで俺が安いんだよ。だって、いくらでもいいから送れよ。今買ってこいよって言ったから、とりあえず。2万ぐらい出るわ、俺にもお前。でもそういう口の利き方しないよ、便所さん。タロちゃん、そういう時は、そういう時だけ、アイコさんとかだったら、うまいんだよね。かわいい、かわいい感じ。いつもババーババーって言うくせに、アイコさん、お願い、アイコさんとか言って。だから昨日、そうだよ、天城府1万。
時、あいこさん、ありがとうとか、ありがとうございますだよ。そりゃそうだよな。いや、メグさん、可愛いんですよ。それは彼の。うん。タロちゃん、可愛いの、憎めないの。そうそうそう。だから、だから、タロちゃん、タロちゃんって言っちゃう、年下だから。うん。そうそう。メグさんは、それ、すごい、わかる。上手なのよね。うん。いや、私、化粧、気合入ってないよ。いつもこんな感じだから。うん、フォローありがとう。フォローありがとうございます。ドルさんリスナーかな、うん、スーツ着てるドルさん、なかなか見れないから。そう、見れない、貴重、似合う。しかもね、俺ね、何がかっこいいかっていうと、このスーツに合わせて、ブーツなんだよ。ここがおしゃれなんだよ。ハイカットだ、ハイカット。いやもうね、ここでブーツはかっこいい。これ硬いでしょ、この本革のブーツでビシッと決めててね、うん、ここね、やっぱ違うんだよ。でも本当そうね、靴は、うん、あ、違う、靴下は本当はね、黒の方がね、たまたまなかったよね。でもここで黒だって分かってるところもかっこいいよね、うん、ただね、このね、シャツがさっきから気になっちゃうの、このしょうがない、いいんだよ、これ、だらしないほうが、でもやっぱりほら、ボタンをいっぱい開けてね、それがいい男じゃないですか。体ができてるからね。だってもうびっくりよ、生で見せてねえよ、お前に。いや、見ましたよ、触るんじゃないよ、ただで。俺に触るんじゃないよ。じゃあ配信しないよ。いいよ、別にしなかった。何したいくせに。なんで照れるの？最近さ、炎上、キャラ変わったよね。キャラ作ってんだよね。そうだよ。俺の女のリスナーもいっぱい見てるの、俺に気安く触るんじゃないよ。ね。最初ね、どれさんって言ったらね、わかんないから、えって思ってね、あいこですと、おお、あいこ。アイコ綺麗だよって言ってね。頭おかしいだろ。ほんと言ってくれたの。写真よりっつったんだ。お前そこだけ聞いてねえんだ。あ、そうだな。うん、ありがとう。脳内変化ね、アイコさん得意の。意外と汚くないなって言っただけなんだよ。なんでアイコ綺麗だよって耳元で囁かれた。俺ね、目の前で聞いてたけど、ドルさん言ってない。そんなこと。写真よりお前、まあまともだなって言ったのが、アイコ綺麗だよに変わるって。いたの？あの時。お前なんか画面映り悪いな。まあマシだなって言ったのが、アイコ綺麗だよ。写真映りも画面映りも悪いよね。実物の方が。実物綺麗。ありがとうございます。俺は普通に綺麗だ。俺は綺麗だと思う。お前はババア好きだから。でもね、言われた女性に、ね、いろんな人に、配信見てました、アイコさん全然綺麗だって言われて。まあ、あの日は気合い入れたよ、さらに。配信者ね、一番大事にしてくれる多分ワドだよ。うん、思う。ガチのババア好きだから。本当に。今度さ、ごっちゃん。してあげるから。ハンサム。美味しいもの食べよう。デート行こう。行こう。めっちゃハンサム。私ね、遊園地行きたいの。いいよいいよ。行こう。どういうところ行く？私ね、車ね、うちにあるんだけど、ペーパーなの。車出すし。なんかね、富士急とか、なんかギャーって絶叫マシン乗りたい。絶叫系好きよ。好き。あ、じゃあ行こう行こう行こう。行こう。行こう。最後ホテルまでな。お、全然全然。ねえねえ、22で行こうよ、誰か。ダブルデート？ダブルデート、そっちの方がいいじゃん。いいよいいよ、全然。俺は行かないよ。いや、呼ばないよ。もう俺か。じゃあ、誰と仲いいの？どういう絶叫系好きなの？愛子ちゃん。いや、じゃあ、なんでも好き、怖いの。足ブラブラさせてるの最高じゃない、あれ。あれ、もっと怖いじゃないですか。足ブラブラさせてるの。富士急って怖いのすごい、あるし。行こう行こう。うん。だから、なんだっけ。あの、ヨミールランドもいいけど、近すぎちゃうし。確かに。なんかドライブ。だったら、誰と。うん、誰と仲いい？うん、男で。だから、誰だろう。ヒカル？やめ、やだ。ヒカルはやだ。だってさ、ヒカルとばっかり隣に乗っちゃうよ。うん。嫌でしょ？嫌だ。ほら、かわいい、ワドさん。ワドさん、かわいい。え、誰と仲いいの？ドレさん行きましょうよ。いや、ダメ。あ、すいません。ダメ、ドレさんもダメ。ドレさんと一緒に行ったら、ドレさんとばっかり座っちゃうよ。え？ババアおっぱい何カップ？え？D か E。無理すんなよ。でも3キロ痩せたからちっちゃくなっちゃった。うん、え、閲覧はどこで見るんですか？閲覧はね、895。わ、すごい。すごい。やっぱり。お前じゃないよ。俺とワドだよ。まあ、いや、さっきまで ずっと400だったよ。お前じゃないよ。ねえ、またそうやって。ね、ドレさんの顔がやばい。ドレさん。ドレさん、それ、うなちゃんも煽ってる時の顔になってますよ。ドレさんね、なんかこれでね、みんな、ね、見るとあんまかっこよくない。ちょっと何、自分から今こうやってうーってやってきたくらいにさ、ね、まあいいや、こうやってでも俺
ドレさんとアイコさん、なんかしっくりくるけどね。でしょ、いいでしょ、くるちょっと待って、ちょっと行こう、もうやろう、やろう、はい、無理だ無理だった触んだね、無理だった、ね、嬉しそうにね、嬉しそうにテレアさんだから、テレアさんだから、まあ、まあいいよ、配信外でシャイだからね、配信外だね、配信外で六本木で飲んでドレさんちでさ、泊まるからさ、こいつはねえわないっすか、いや、絶対違う、これ大概断ったことないんだけど、うん、これはちょっといや、絶対違うよねこいつだったら、ね、どれ行けよって、これこいつだったら多分ひどんなの方が可能性はある、うん、おひなのでもいいよ、ひなのかわいそうがないもな、チュルちゃんの全然いいじゃない、俺はひなのと仲いいんだ、今頑張ってんだ、何を頑張ってんの、性適合手術を受けて、あ、なんかさ、入院してるよね、今3日目なんだ、大変な時なんだ、来てたの、タイにいるのに来られるわけねえだろうな、試合当日が手術だったんですよね、確か、あゆみちゃん手頃見て頑張るって、あゆみちゃんさ、歯をほら、あれしたじゃん、うん、神宮寺あゆみ、あゆちゃん、で、今年切るって言ってたよ、いや、無理無理無理、うん、手術、男見せるとかそうじゃん、じゃあ俺男じゃなくていいよ男じゃなくていい、今日からそれこそ俺、ドルさん店とかやったら面白そうだけどね、そう、違うの、カウンセラー、カウンセラー、だってすごいいいもん、ドレさんの配信、うん、カウンセラー、うん、悩み相談、あ、ね、俺も前から言ってんの、悩み相談やった方が絶対いいって、だから私も何回か言ったの、うんうん、そう、ドレさんだから新宿でさ、なんかあれはやっぱ閲覧200、300のコンテンツで、分かる、それはもうこの人数になってそんなことやったって、うん、そしたら稀に噛み替えるよ、こういう人が上がってくればね、うん、そらもう稀だからさ、でもだから配信じゃなくてほら、うん、実際にさ、リスナーさんが多分絶対新宿にみんなドレさんの悩み相談絶対さ見に来ると思うんだよ、お金5000円ぐらい、うん、1時間5000円ぐらいにしてさ、うんうん、絶対そっちの方がいいと思うの、私ドレさん、なんでお前が俺に指導してんだよいいじゃん、アドバイス何様だよ、愛子様、ちょどっかにせだ、だからちっちゃくなっちゃったの、痩せたからちょっと見せるよ、だからちっちゃくなった、いいやだ、ちっちゃくなっちゃった、ちょっと見せよ、ちょっと見せよ、ちょっと見せよ、やだ、ちっちゃくなっちゃったの、ま、いや元からちっちゃいんだけど、うるせえな、ババア、ほんとに見たくねえよ、女もな、それは二人っきりで、うるせえよ、女が配信外でやべ、この二人と絡みそうなことね、配信外で合わねえやつやめんと、なんか47でしょ、今47、うん、いや面白いわなんかいいね、なんかね、でしょ、だからなんか私ね、うん、将来のパートナーにいいなと思ってた、ふざけんな勝手ないいなと思ってたの、ヒカルはガキンチョなの、うん、ね、ヒカルくんとも遊びたいでしょ、そうか、たまにね、ね、ね、ごめんね、ごめんね、れいちゃん、ちょっとさ、暑いんでね、暑いよ、ちょっと暑いかな、ちょっと暑い、ごめんね、うん、いや面白い。ルさん時間大丈夫ですか？大丈夫。なんで俺が捨て頃頑張ってここまで頑張ってきてそのゴールがお前なんだよ。ないや、頭で。でも声かかりません？僕正直言うと。私と付き合いたち今いっぱいいるんだよ。そっちと付き合いじゃねえかよ。竹本さんとかさ、北見とかさ。竹本とか北見でいいじゃねえか俺の。うなちゃんマンからリクエスト来たし。うなちゃんマンでいいじゃねえか。びっくり。本当に？びっくりよし。違うよ。ツイッターのフォローが来ただけだ。ツイッターのフォロー来たらね、お付き合いしたいんだ。だで止まったの？だってさ、相手から来たんだよ、あんな大手から。いや、だからフォローされただけでしょ。私フォローして。じゃあ、フォローはされたからって、付き合いたいってことじゃないよ。いや、うん、違うけど、タイプ、まあ、タイプというか、まあ、面白いから。頭はいや、それおもちゃにされてるだけだから。まあ別にいいんだけど、でもほら、相手から来るのってすごいじゃないですか。まあね、まあね、あと野田総理とか、私全然ニコ生見ないから、野田総理全然知らないんだけど。和田さん。カオさんいらっしゃい。赤星さん、いつもいるもん、うん、いやでもすごいよね、多分好きなんですよ、ちゃんま、でしょ、だから、うん、私みたいなタイプ、そしたらね、うん、誰かが、うん、誰だっけな、うな、彼女募集してんだ、そうだよ、うなちゃんま、やだよ、なんでやだよ、あんなじじい、俺より全然やらないんだろ、お前知ってるみたい、やだやだ、絶対やだ、話面白いし、優しいよな、まあうん、でもや、あ、まあ優しかもね、やだ、いや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 、配信者で一番かっこいいと思うの、誰の、おい、ここに光がいたら光って言うね、いやだからね、どっちも好きなの、うん、光はもう子供、うん、もう彼氏タイプ、うん、でもパートナー、分かる分かる、でしょ、分かる分かるでしょ、分かる分かる、でもお似合いですよ、ありがとうございます、でしょ、当てるでしょ、暑いね、すごい、和田さんすごい熱持ってる、暑いやっぱ可愛いよな、32?
32でしょ。そう、だから可愛いの。可愛いよな。あのね、なんかね、母性本能くすぐるの。イケメンだしな。だから、年上にモテるの。ねえ、みんなお似合いだよね。なんだ、パートナーって。なんか、二人でパリとかを、こう。っていうか、なんかビジネスパートナーでもなれるし、私、いろんな仕事してたし、顔広いし。1000人超えた、ありがとうございます。すごい。1000人超え。同時閲覧1000人超え。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。さすが。どこだっけ、どこで見る。ここ。あ、1020。しかも3000人のうち1000人いるってすごいね。1025人。ありがとうございます、皆さん。すごいふわっちで。ね、フォローもたくさんありがとう。持ってるね。いやいや、どれ参考かでしょ、これ。いや、3人の。あ、そう、3人の、ね。3人の何人持ってるって。いや、俺ね、愛子さんは起爆剤タイプなんだよね。ブースターで加速させるから、愛子さんがフォロワーを持ってるんじゃなくて、持ってるフォロワーをバーンって伸ばすんだよね、ブースターで。ね、いや、俺のね、タヌキとかね、愛子が出てるっていうのはね、まあ、来るんだ。なるほど。みんなさ、さ、鳩でさ、来るんでしょ、愛子が今、リアトツしてるとか、ヒカルとコラボしてるとか、そうらしい。はい。うん、鳩が飛んでくる。愛子出るときは1500とか、あいつのとこでさ。ヒカルと最初のリアトツ2300行ったよ。そんなに行ったの？あのキャスでしょ？カラオケとシャネルの行って大黒屋行った時に。はいはい、これね。これね。これ本物なんでしょ？でも。そう。あの、定価70何万で消費税 8% だから82番キャッシュで買いました、これ。うん、で、いくらで売れるったの？あのね、23万ぐらいだって。まあまあ、まあ、そんなもん。つけちゃった。うん。でも、一回もつけなくても買った時点で中古なんだって。あ、まあそうっすよ。ね、そうでしょ？うん。でももったいないですよって言うから、いや売らないですよ、出た愛子いや別にそれぐらいは、でもやっぱり和道さんの枠だから、うん、ねほとんどディスってないから、うん、ディスりが光あんまりディスりない最初だけだよ、だんだんうざさにみんな気づいてくるんだ、だから最初はいいんだよ愛子、だんだんうざくなってくるんだ、だからね、私が逆上するのは誰かが、あのほら大手配信者が、うん、うわーって私に言ってくるから逆上しちゃうの、うん、トモキュンでしょ、トモキュン見てる、俺、ね、愛子さんの魅力をうまく伝えてる配信者いないと思うでしょ、俺愛子さんの魅力引き出せるよ、トモキュン見てるよ多分今頃、うん、トモキュン見てるから、あれ見た、ナーボーを蹴飛ばしたの、うん、見てない、私もこの野郎って言ったらさ、痛いよ助けてとか言ってしたら、ナーボー腹硬いね、うん、足で整形したってどうしようもないな、もう整形したことない、してないと思うよ、ほとんど化粧ないよ私、うん、アイラインも、うん、全然引いてないし、まっちり化粧してんじゃないのしてないじゃん、めちゃくちゃ熱く塗ってんじゃないかとなるわ、全然さ、全然薄いよ、触ってみ、全然薄いよ、触ってみる、やだよそんなものまあめちゃくちゃ熱化粧じゃないの、薄化粧だよね、ファンデーションに、うん、チークに、うん、マスカラに、ね、眉毛だよね、全然すっぴんメイクだよね、うん、うん、だってすっぴんで奈々ちゃんのお店行っても、うん、あいこちゃん全然すっぴんで変わんないって、変わんないと思う、そこしか褒めるとこねえんだからやろ、そこしかねえんだよ奈々ちゃんのお店ね、どれさんに会いたいって言ってたよ、あいこさん、あいこさん可愛いな、知ってる、どこ川崎か、うん、でも一回来たことあるって言ってたよ、何年か前に、うん、来たことねえよ、川崎なんか行かねえよ、知らないよ、奈々ちゃんが言ってたよ、か誰かと勘違いしてるんだ、うん、うん、まあそれはまあだから、愛子さん髪型を普段後ろに束ねること多いの？おでこ出してすごい可愛い。ありがとうございます。あのね、アップするとね、うん、東千鶴って昔から。ああ、わかる、でも。若かったらな。わかる、うん。ちょっと雰囲気はな、うん。雰囲気わかる。あとは髪の毛下ろすと、うん、高橋恵子の若い頃。ああ、うん、それもわかんないけど。すごい言われて、関根さんも。関根さん。60歳ぐらいの、当時の美女。高橋恵子の方がわかるよ、うん。うん。若い時持ってたろうな。うん、多分な。あと10年ぐらい生まれるあれを間違え話を聞いてろかな、はい、何トレさん、俺の話を聞いてろかな、ドルさん、お前があと10年早く生まれてたらものすごいモテす、いや今56だったらめっちゃモテす、高橋恵子すごい似てるから、だけど私、うん、言っていい？いいよ、18歳から、うん、まあ最初の結婚が33なんだけど、うん、彼氏いない時なかった、それで浮気できないの、高橋恵子、だから彼氏ができると好きな子ができたからごめんねって言って、うん、で
だから別れてもいいから、お前そんな自慢話誰が聞いてんだ、別れてもいいからセックス、ね、フレンドですいてって言われて、じゃあいいよっつって、どうでもいいんだそんな話は。だからでね、私ね、いろんな人に聞かれんの、うん、配信者に、うん、配信者と誰がパコったのって、誰も誰一人いないから、誰もいないの、本当に、え、一人ぐらいあるの、一人ぐらい、本当にないの、本当にないの、本当にない、キスは、だってそれしょうがないよ、うん、配信上で海老蔵さんがさ、チューをこうやって求めてきたから、からさ、3回チューしたよ、初めてリアと、あ、海老蔵さん、うん、海老蔵さん可愛いよね、なんだけど私がヒカルに行っちゃったから、うん、もうブロックし始めたり、うん、ディスり始めてきた、すごいよ、もうだからもう本当嫌い、最近、明日配信者デビューするみたいですよ、愛子さんはふわっとして、うん、そう、便所太郎ちゃんと、便所太郎さんとデビューするんでしょ、初めて、ちょっと一緒に、そんで太郎ちゃんは同じ配信で追加する、まあ、あとで感謝しろ、お前明日デビュー前にこの1000人で、あ、ね、うん、ありがとうございます、まあ明日来るよな、そこそこの、まあ来ると思いますね、したら太郎ちゃんが、うん、おい、俺のリスナー、アイコに花火を、投げろっつって、俺はいっぱい言うからっつって、うん、その分の半額くれよってくらいいいよっつって、え、ちゃっかりして、それがサイドビジネスの話、いや、違う、びっくりしたの、違う、え、何、ベンド太郎さんはアイコさんの枠で上がった花火の半分よこせっつってんの、ベンドさん、あ、違う、アイコの枠でやっていいから、いや、はじめ全部くれって言うから。いやでも。まあまあでも、いやそりゃそうでしょ。いや、だけど、そこしっかりしてるな、便所さん。そうだけど。まあまあ、サイドビジネスね、成功させるから、うん、その前に、ね、うん、前金で20万。でもね、でもね、それはね、今言ったら便所さん怒ると思うよ。あ、ごめんね。今のはね、あの、忘れてください、皆さん。多分見てるよね。カットです。ごめんね、太郎ちゃん。これはね、今のはね、弁当さんの株落としたよ。ごめんね、太郎ちゃん、ごめんなさいね。太郎ちゃん、ごめんなさい。あ、どうも、ありがとうございます。でもね、サイドビジネスね、やるときにね、簡単に20万稼げるだろうとか、稼げるよったら、じゃあ、前金で20万、俺が稼いだらね、20万返すから、先に前払いちょうだいって言われて、それで分割で太郎ちゃんに、はい、に、あの、分割でやるから、うん、明日1万円の甘ギフか現金をあげるの。明日20万渡すの、弁当さんに。いや、違う、だから分割で。ああ、はいはいはい。だから、昨日1万円あげたでしょ、うん、それで、明日1万円あげるの。おうおう、まあ、でもさ、ね、まあ、言ったら、育ててもらうわけじゃん。まあ、出しとしてはさ、みんなそこを何年もかかってやるわけじゃん。そこを、タロちゃんが、太郎ちゃんがそうやってね、面倒見てくれるっていう、その宣伝してくれたから、まあ、それプラス自分のもあるだろうけどね、もちろん、それはそうじゃないですか、やっぱり、誰でも。ただ、あんまり、あくまでそれ、便所との、そう、あんまりね、1000人見てる前で言う話ってそう、俺たちもうフォローしきれない。そう、だってフォローしきれなくなってきたから、ごめんね、それはね、それはあんまり、うん、次の話題行こう。でも面倒さ、だからちゃんと配信外でちゃんとあの打ち合わせをしてから配信を、うん、そうだね、それは今のはごめんなさい、太郎ちゃんごめんなさい、大人のやらしさが見えました。じゃあ俺30万ね、俺とは嫌だよ、うん、ババアが吹かしてると聞いてるからほら来ちゃったよ、便所さん、ほらこれそうなのな、鳩が飛んできたんだよ。うん、太郎ちゃんごめんね、明日1万円あげるから、うん、それを言うなっつってんの。そういうことを言うと面倒くさくないんだ。そう、それを言うなっつってんの。夢のカップリングを見たいのに、そうなんだよって、ビジネスかよってなったから。太郎ちゃん、あ、やっぱ、うん、タラちゃんごめんなさい。うん、そこがダメだって。もう話変えましょう。もう話変えよう。ねえ、どうする、うん、ねえ、富士急のさ、もう一人の男の配信者。延々のお前中心の話か。延々お前の話か。炎上に変わったよね、マドさん。俺はでも愛子ちゃんと二人で行きたい。行くならね。行くなら俺愛子ちゃんと二人で行きたい。じゃあさ、うん、あの、運転、うん、私も練習したいから、高速で私、うん、あの、乗るから、うん、じゃあ普段、うんうん、うち車出すんで、うんうん、分かった。新宿まで来れないから川崎まで来て、電車で。もう全然いいよ、全然いいよ、うん、じゃあやろ、うん、近いから新宿から、うんうん、どうしよう。これからさ、いい天気だしさ、うん、ね、楽しいよ、ね、やっぱりアウトドアで ね、あと、うん、あのバーベキューもやりましょうよ。やろう、楽しそう、うんうん、ね、どれさんの話で聞きたい。あ、じゃあいいね、もうな面白きゃいいんだ。
雑面白い、ね、面白い、ね、なんだっけ、なんとかちゃん、ごめんね、タバコい、あ、自分で持ってこようかな、自分のことは、姉様だ、忙しいんだ、向こうごめんね、2つ、あの2種類あれだろ、でもタバコ吸うもんね、私は。じゃあ、いただきます。うん、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前が家をちゃんとで、お前使いたいし。ありがとうね、うん。そういうとこだ、お前。え、ありがとうね、私言ったよ。逆らうんじゃないよ、こんなの。ババの癖しやがって。っていうかさ、もう、配信上かもしれないけど、すごい、なんでそうやって。私も泣きそうだよ、ほんと。だって俺、この目を、ね、俺、ドレさんの目知ってるけど、これ、みやびさんと戦った時の目だからね、これ。でしょこれ、体勢、リングの中でしか、俺、このドレさんの目、見たことない。今まで、こいつ叱るやつがいなかったから、こうなっちゃった。そうだね、そうだね。言った方がいいんだよ。いや、タロちゃんにも散々叱られたよ。ババアドの方のうるさいって。俺が、俺の枠なんだ、つって。あ、俺ね、ちょっといい？ごめんなさい。あのね、愛子ちゃんさ、お嬢様でしょ、うん、うん、育ち良さそう、なんか品がある、ありがとうございます、佇まいに、やっぱり、こう、わかるじゃない、わ、うん、かる、うん、もう、生まれが出てる、目上の人には平気でタメ口使ったりとか、うん、箸の使い方が悪いとか、うん、食事とか出るよね、ね、うん、ほら、ね、くちゃらとか、うん、うん、ババ、そもそも結婚してんだろうな、え、今独身よ、あ、そうなの、うん、いや、今結婚してたらこんなに来れないでしょ。わかんないけどさ。いや、来てる人もいるけどね、子供いても。うん、え、どれさんはバツイチ、バツイチ。バツイチ、バツイチ。え、どれ、まあ、みんなそうね。俺俺結婚してないよ。結婚したことない。ないそうなの、生涯独身。なんか、だってほら、いつだ子供とかどんな子供とか。あ、昔か若い頃。ごめんなさい。うん。え ?22 の時に。あ、子供は。そう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 、そうでもね、会ったことないから育ててもないし、そうそうそう、じゃあ養育費もじゃあもう払ってない、払ってない、もう、じゃあそうなんだ、絶縁も関わらないでっていう、え、トレさん子供は、あ、ちょっとちょっとお疲れ、うわっうわっ、え、邪魔しに来たの、いや、何がいや、うわっ来た、うわっ来た、来た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 よ、何やってんすか、あ、パルパル、今ね、ドレさんとちょっと捨て頃振り返ろうと思って、あ、すいません、そうそう、俺が今パチンコ台です、パチンコ台でやんだ、はい、うん、間違いで軽く飲もうみたいな、うん、足に動いて、パルパルだ、かわいい、パルパル、かわいい、パルパル、お疲れ、あ、すいません、お疲れ様です、シード1本負けです、1100、すごい、47人、1147、どうした今日、俺が1400かな、最後、あ、負けた、すごい、2日で14万だ、あ、14万、すごい、ほぼはすごいな、負けたな、今な、軽く金持ってるよ、ずっと持ってる持ってる、本当はっていうか持ってるよ、そうそう、だから、もし、あ、でも、なくなったらなくなったって言うから、ヒカル君嘘つかないよ、持ってる時は持ってるし、持ってない時は持ってない、そこで14万負けてるよ、やばっ、ていうかね、新宿ダメ、俺郡山でトータル50万買ったじゃん、こっちでね、もう全然ダメになった、あの配信何、10時間、うん、もう8時間、うん、私休みでずっと見てたんだよ、あ、見てたんだ、もう、な、もう台変えればいいのにって、もうなんで、俺もね、でもね、いいになっちゃう、でもだ、こいつがお前セゴロでもセブンに買っていくら儲けたと思って、え、いくら買ったことないあんなっちゅうの、いや、それこそドルさんだっていくら儲けたの、でもファイトマネー100万でね、ファイトマネーもらったりしてないね、そういう、はい、あ、そっか、ごめんごめんごめん、ごめん、そしたらまた便所太郎さんの話になっちゃうから、また怒られちゃうね、ヒカル君のファイトマネーは200、200万、あ、もらったんだ、あ、じゃあ14万ぐらい、200万財布に入ってるから14万ぐらいだよ、パルパールパルパルかわいいね、あ、みんなフォローありがとうね、あ、1268名ありがとうございます、一言俺に謝れ、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もうやめて。